手を振り、こちらに歩いて来ようとする。猫、今の男の子は何？誰じゃなかった？何だった？え？え、トゲさん。今の人、あ、誰なんだい？その、道を使えていたの。なんか隠し事がありそうな感じがするね。もう、待って、この二人さ、もう、情報隠し事を抱えてるじゃん。怪しい。嘘に聞こえる。道を聞かれただけで、あんな嬉しそうな表情するんだ。怖い。ドラドラになっていく。パート1に戻って。そうやって、隠し事をしちゃうんだ。ああ、私は、猫の一番の友達だと思っていたのに。でも、そっか。え、なんかさ、急に、ガクンと落ちるか。だって私は猫より可愛くないし、可愛い性格でもない。それどころか嫌なやつだと思う、自分のこと。だから友達でいるメリットなんて、メリットとか言うんじゃないよ。なんだか猫といると心が覚悟をしましょうね。こんなことばかり思ってしまうな。なんでなのかな。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫？はあ。家に帰って、まずしたのがため息だった。なんだか、ぎくしゃくしている気がする。きと、せちゃんと。かみかみ。あの時、きとせちゃんのことをちゃんと、乾いたら、乾いたらいいんか、乾いたらよかったな。私、バカだから、とっさに言葉出てこなくて、さっきのことの、まださっきのことのことも。ひとけちゃんに勘違いされたらどうしよう。大丈夫か？大丈夫か？本当は、あのことは、ひとりちゃんの話をしていたのに。大丈夫？大丈夫か？あ、お姉さん。なんだい？はてなをなんだいって解釈するしね。突然、話しかけてきた男の子がいた。いつも、その、一緒にいる可愛いメガネの子に差し入れがしたいです。これって、初恋ってやつなのかな。うん、可愛いよね。あのね、ひとりちゃんっていう子なんだ。好きなお菓子があってね。お、瞬間を見たんだね。それを勘違いしちゃったんだね。はい。はいはいはい。あ、あ、ケイさんからの、続いてる。この関係は今すぐ断ち切った方がいいんじゃないかな。危ないよ。多分怖いよ。怪しいような感じがするよ。2回目行ってなんか指名用とか取られるんじゃないかな。わかんないけどね。
さん、元気？今日はお休みので新作のケーキ食べてました。甘いもの好きなんだな。なんだかお金目当てとか思ったけど違うのかな。まあ食感、まあなんかね、食感はまあ無事に変えてるわけだしね、まあ、無事に変えるかどうかで判断するようなもんやないと思うけどね。もうぼったくられたらそこでもう怖いよってこと危ないよみたいな。Kさんからのメールは、企業の何気ない報告から始まってたわいないやりとりで終わる。返信をするために言葉を考えるのが楽しい。男の子とメールなんてしたことのない私は舞い上がってしまった。遊びに行きませんか？かおっと、うーん、もう怖いね。怖いね。大丈夫か？無事に戻ってこれるか？心配だよ。二人きりで会うなんて怖い気持ちもあったけど、私は会うことを選んでしまった。会うんじゃない。今すぐ引き返せ。Kさんは、スマートに私とデートをしてくれた。もう、もうシュネコの疑いの目がね、もう晴れませんからね。もうずっと疑うからね。もう疑うって思うことはね、疑っちゃいますからね。しようは、年上だからと、向こうが全部出してくれたの？いいの？いや、3回目が危ないかな。危ないタイミングを探ってますよ。心のどこかではこんなのは良くないと思いつつ、猫を見ているとなぜか辛くなる今は、Kさんのことが救いになってしまった。そして今日はKさんとの何度目かのデート、何度目か、何回も行ってる。3回じゃないな。6回目、7回目ぐらいか。だから、あれだよね。何回もデート行って、あ、この人大丈夫そうだなと思わせてからの、バーンですよ。大丈夫？戻ってこれるか？カフェに行ったり、カラオケに行ったり、普通のカップルのするような普通のデート。ちゃん、本当にごめん。なのになぜか私は謝られた。今日手持ち少なくて、おっと、来たぞ。こっからだ。勘違いしてでやらかしちゃった。それはデート代を私が出したから。女の子に話すなんて俺、最低だ。いやー、そう言うんだったらさ、手持ち確認しといてよ。人かんとダメでしょ。いいよ、ケイさん。たまには私にも出させてよ。この一回でさ、なんか、急にね、この子は、お金出せるんだなって、思うんじゃない？今まで、おごってもらってたし、これで、対等な関係になれる、対等な関係、大丈夫か？ね、戻ってこれるか？今までのデート費用は、私も出すと言っても断られていたので、今日こんな風に役に立てて嬉しかった。戻っておいで。お店に行けば確か多分あるから。
返せるんだよね。今日中にキリトケさんにもかんだな。キリトケさんにお金。うわあ、闇だ。クラブの闇だよ。お店。その言葉を聞いて、私は彼と出会った場所をようやく思い出す。あ、そっか。店には毎回行ってないのか。だからデート、あ、そっか、デートだから。あー、別に店には行ってないね。あ、指名用です。そして、私は頭に浮かんだことを言葉にする。ケイさんが働いてるとこ、見てみたいな。働いてるとこ見てみたいな。じゃあ行こっか。大丈夫、おごるから待って。手持ち少ないって言ってなかった。てか違う、手持ちない言ってなかった。いやいや、もう怖い怖い怖い。ああ怖い、ああ怖いよ、ああ怖いよ、ああ怖いよ、ああ行っちゃった。ああ2回目行っちゃった。高級ドリンク入ります。何回来ても慣れない場所。騒がしくてお酒の匂いがして、私はメニューをキラリと見てみる。1万円、2万円、5万円、10万円とか、なんか書いてるんじゃない。え、ジュース高い、なんでこんなに高いの。なんかジュース一杯なんかさ、2000円ぐらいするんじゃない。ほんと変な場所。なんでジュース一杯1000円ぐらいするんだよってね、怖いよ言って。いや、もっと高いかもしれないね。ぼったくり店だったらね。自分の中の直感が、ここは良くない場所だと告げてくる。早く帰れ早く帰るんだって。ケイさんは、なんでわざわざこんなところで働いてるのかな。大丈夫、僕がお金ですからどんどん飲んで。君さ、一回ちょっと外出よっか。なんか、いやー、なんかさ、うさんくさく感じちゃった。なんかチャラにそんなん言うのもあれですけどね。いいんだろうか、こんなの。またおごってもらったら、私ケイさんと対等でいられてない、なくない。こんなんじゃ彼のお荷物だ。うん、ケイさん、私も出すんじゃないって。出すんじゃない、出すんじゃないよ、出すんじゃねえよ。でな、違う、怖い怖い。そう言って、私はメニューの値段を見ないように、メニューの値段見て。怖いよ、期待高いかもしれないよ。あ、これ1000円なんだな、思ってたんだろ。1万円です。はっでなるかもしれないよ。さまざまなジュースを頼む。あ、よかった。あの、お酒は、そうだね。まだ飲む年じゃないかな。ジュースなら、あ、よかった。うん、まあ、その分は、よかったじゃないね。でも高いものはジュース。たくさん、Kさんと乾杯ができた。乾杯に何の価値があるんでしょうかね。怖いですね。とは言ったもの、高かった。でも、いいんだ、これね。今日は、幸せな期間を過ごせたから。だって今までおごってもらえたし、優しくしてもらったし、可愛いって言ってもらえたし。可愛い、何回言われても嬉しい言葉。大丈夫か、なんかさ、沼にはまってませんか。帰ろうぜ。リコちゃんと、なんか、なんか楽しかったさ、なんか、お金貯めようぜ。今までは、
猫にしか言ってもらったことなかったからな。実際私は可愛くはないんだろうだから、なんでだから言ったんでしょうね。可愛くはないんだろうから仕方ないけど。どうした？猫。猫を思い浮かべたらなぜか辛い気持ちになった。猫みたいな子の、猫みたいな子の方が男子の間では人気出るのにね。なんでそんなことをわざわざ言うのかな。モテるゆえの余裕なんだろうか。それとも本当は私をずっと見下してて、なんだか今は猫のことを考えたくない。そんな私はますますとKさんにのめり込んでいた。のめり込むんじゃない、帰っておくれよ。楽しかったし、思い出そうぜね、思い出そうぜ。はい、と言ったところですね、今回のパートを一旦ここまでにさせていただこうかなと思います。もしかしたらですね、時間的にこのパートが2パート分割になってるかもしれませんが、まあその時その時でね、またなんか、なんかどうにかします。まあちょっとね、まあ編集ポーンかもしれませんけどね。はい、といったところで、もしの動画が少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことでした。次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。のめり込むんじゃないぞ、大丈夫かな、心配だよシネコはね。